マルシリオフィチーノマルシリオフィチーノは、イタリアルネサンス期の人文主義者、哲学者、神学者。メディチ家の保護を受け、プラトンなどギリシア語文献の著作をラテン語に翻訳した。プラトンアカデミーの中心人物。近年は、ルネサンスの芸術思想をはじめ、魔術思想、神秘思想の面など多方面で注目される思想家となった。 メディチ家の寺院の子として、フィリーネ・バルダルノで生まれる。最初の哲学教師はアリストテレス派の医者であった。1439年、コジモがエウゲニュース四世とのつながりから開催した、フィレンツェ公会議の時、コンスタンティノープルから来たゲオルギオス・ゲミストス・プレトンが、西洋に伝わっていなかった、プラトンの著作を携えてきて、コジモの講演を得て、プラトン講義を行う。この時、 プレトンの提案によりコジモは古代のプラトンアカデミーに習ったサークルを構想する。この時に今後発足するプラトンアカデミーの発足を考えて、コジモの寺院の息子、マルシリオフィッチーノに白羽を立てて、生活費を全面的に援助してギリシア語、ラテン語の習得に専念させた。中世ヨーロッパでは、スコラー学の中でアリストテレスは知られていたものの、プラトンについてはほとんど知られていなかった。 フィレンツェ公会議などを契機に東ローマ帝国の学者などを介して、プラトンをはじめ多くのギリシア語文献が伝わった。フィチーノによるプラトン全集の翻訳はルネサンス期の新プラトン主義流星の元になった。ただし、新プラトン主義とはプロティノスが唱えたもので、フィチーノはプラトンよりもこのプロティノスの翻訳に専念したとも言われる。 コジモは1434年にフィレンツェのリーダーになってからアルベルティアとのニコラス五世など著名人及びブルネレスキやドナテロなどを合わせたギリシアやローマの知見を含めた数学の研究を行っている。さらにその後ニッコロニッコリの講演などを経て多くの古典文献の収集も行い1444年にサンマルコ修道院内に 図書館を創設し後のニコラス・ゴセイが管理をして文献など学術する環境は整っている。1456年には様々な本を執筆するようになる。この時期からプラトンに傾倒したようで、フィレンツェの大司教がプラトニックの異端に向かって逸脱する可能性を心配し、ボローニャで医学とトマス・アクイナスの仕事療法を研究するようにアドバイスした。 この1450年代半ばは、プラトンだけでなく、アリストテレス学者やギリシャ語などの様々な著名人を、コジモは集めて講義してもらっている。特に、ジョバンニアルギロプロというプラトンの方向性も持つ、学者が、フィレンツェで講演をしていて、フィチーノも聞いていて、さらにバルトロメオサッキも講演を聞くために訪れ、フィチーノとサッキは友人になっている。 また、チ位のは後にも、ニコマコス倫理学を大いに利用し、アリストテレスは否定していない。コジモデ・メディチに才能を見出されて、フィレンツェ郊外のカレッジに別荘を与えられ、プラトンアカデミーというサークルを1462年に作りの筆頭者となる。また、コジモが創立した主的なサークル、プラトンアカデミーの中心となり、同サークルの活動により、ポリツィアーノ、 ピコデラ・ミランドララに直接的に影響を与えた。1463年にコジモの移行により東ローマ帝国からヘルメス文章を翻訳にする。12世紀のルネサンスがイスラム世界から入った古典学芸を主としてアラビア語を介して復興した運動であったのに対し、この時期のルネサンスはギリシア語など言語から古典学芸をラテン訳したのが特徴である。 またシンプラトン主義の祖でもあるプロチノスらの頃からヘルメス伝説を吸収していた関係もあってのことだろう。ヘルメス主義と総称されるヘルメス文書の思想はキリスト教以前の地とみなされキリスト教の立場から合理的に解釈する者も,もいたが魔術思想の書とも考えられた。またヘルメス文書は先生術的思考が多く入っていてフィチーノは 先生術を学問の中心に置くようになる。ついで1469年頃からプラトン全集の翻訳に従事し始める。1474年にピレボス共演を。1484年にティマイオスを。1494年にパルメニデスを翻訳している。プラトンの訳を完成した時、フィレンツェに一人の若い気候師、 ピコイコールでライコールミランが来て仲間に加わり、フィチーノにさらにプロチノスの訳を進めたという。プロチノスの著作の翻訳は1484年、エンネアデスをしている。観光はおそらく1492年で、フィチーノがラテン語に翻訳したことでプロチノスは再発見されたようである。1473年に司祭に除外された。プラトン進学。 愛について、などを表した。1489年、三重の生を出版。フィチーノ的には、神から、キリスト教と同じく、ギリシア哲学も与えられたとして両立し得るものと考えていたが、この書物での先生術など、ギリシアローマなどの異教徒の思想が濃かったため、インノケンテウス8世に異端として告発される。この書物は、フィチーノがもともと医者の息子で、 アリストテレス派の医者から哲学を学んだことも踏まえて、実践的な先生術や自然魔術のあり方なども示している。これがパラゲルススなどに影響する。1492年、ロレンツォ・デメディチ死去に伴い、事実上プラトンアカデミーは活動停止した。また、ロレンツォの後継者ピエロによって、フィチーノの弟子でもあった、ミランドラやポリツヤーノは毒殺されたという説もある。 フィチーノも講演者を亡くしたと言える。この年に、ロレンツォの時代は黄金時代で、多くの学問に加えて、先生術が登場し完成したというような文を残している。当初は、サボラローナの進学を大いに称えたらしい。ただし、サボラローナは、ロレンツォの頃のギリシアローマの思想の芸術を異教徒の思想として批判しているため、どのようにフィチーノが称えたのかは不明。 ただし、溶接したピコは死に臨んで、サンマルコ修道院の修道士として葬られんことをサボラローラにこうた、ともあり、叩いたのは事実だろう。1498年、サボナローラを反キリストとしてローマ教皇庁に告発している。これは、署名なしの文書によるが、作者はフィチーノと目されている。これは、弁明という著作のようで、 サボラローラの軽視の後、その都として、ローマから咎められることを恐れて書いたもので、サボラローラの悪口を言って、人々の眉を潜めさせたという。1499年、フィレンツェ近郊のカレッジで死去。彼の功績は、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂に飾られた胸像と、共に称えられている。これは、彼が、同大聖堂の三次会員だったことも大きいであろう。 デトリプラサイビータ、1560デレディバインレイト、デルグランマーシリオフィチーノ、1563フィチーノの人間観は次のようなものである。人間の魂は肉体に捉えられている。人間の肉体と魂の一部は動物と共通であるが、理性と知性を持つ点で動物と異なる。理性は五感から受け取った物事を分析、判断し、 また想像力を働かせる能力である。また、知性は直接心理、イデアに到達し神の領域に近づく能力である。この意味で、人間は動物と神の中間にあり、様々な葛藤に苛まれる不安定な存在であるが、理性によって現世で正しいことを行うとともに、知性によって真理と一体化することができる。フィチーノは、 瞑想に加えて学問的研算を積むことによって人間は完成の域に近づき現世の幸福のみならず来世での幸福も実現すると考えたのである。神が人間に向かうのではなく人間が主体的に自らを高めることによって近づくのだ。人間はその能力を神の愛によって与えられたとする。彼はまた神話を天上の力の表現として尊び、 その先生術的、封印的解釈に努めた。例えば、ウェヌスを人間性そのもの、ヘルメスを最初の哲学者にして、神学者、サトゥルヌスを人を知的探求に没頭させる存在として、彼の宇宙論の主要な霊魂に位置づけた。15、16世紀では、星の霊が多少とも地上の事件に影響するという考えはむしろ、普通であった。ヘルメス文書の翻訳や、 実践的な先生術の研究も行っており、三重の生についてでは、惑星の力によって、健康を得る術などを示した。厳格なキリスト教の立場からは、異端ともみなされかねない思想であったが、フィチーノ自身は、神話や魔術、プラトン哲学は、キリスト教と一致するものと考えていた。またフィチーノはゾロアスターを、東方の三博士の一人とみなすという奇抜な、 推論をしたようである。またフィチーノは最近では自然魔術の祖と考えられるようになってきているようである。イチパドバ大学の自然主義的アリストテレス解釈に対抗、ニキリスト教の主張を擁護サボナローラの突き立てた異教体キリスト教の問題を主弁によって解消を試みたというのが時代背景との称号。プラトン対話編、パインドンの主題であり、 宗教における人間理解を目的とした。肉体のある人間は有限だが、精神の魂は永遠を思考する。そのため、人間の精神の完成は肉体を超えて、来世の生を加えた全体でなくてはならない。とする。プラトン、共演の注釈書である、愛についての中で使われたアモルプラトニクスという言葉が、プラトニックラブの元になったという。ただし、 現在でのプラトニックラブの概念とは、かけ離れたものであった。美を求めての存在の運動が、愛である。そして、人間精神における愛の運動は、物体を生物における美を見つつ、さらにそれを超えて、内に、理性へ、イデアへと進み、最後に一者と一つになろうとするのである。ヨハネによる、福音書19章11節を引いて、 人間の知力は神にしか授けることはできないのだから、それは美徳であるとして、ギリシャ哲学をキリスト教を結びつけた。プラトン的な美的半信論とカトリックの人格神の思想が結合させることによって両立させた。受け入れられた背景として、イチスコラ哲学が次第にさまつなことに肯定するようになるにつれて、プラトン主義が再び優勢になった。 日清プラトン主義に同調した者にはアルベルティとピエロデラ・フランチェスカもいる。彼らは数学と幾何学によって建築や絵画に対して革新的な革命を起こした者たちである。プラトンの幾何学は永遠の実在を知るための学問であるに代表されるように幾何学を理想の一つとしていたこと。また芸術を通じて神の創造を模倣することも求めた女王。 より美しくよりリアリスティックであるほど神に近いと称賛されたなど芸術家や学者による自然の再現が芸術によって成し得たことも背景など芸術家によってプラトンの信念を復活させる知的環境を整えたとも考えた3当時の貴族は物質主義的ではあったけれどもなお信心深かったため古代イギリシャの哲学は 世俗の金持ちにも神に近づく道を開いてくれたため。その後の影響、プラトンの貴族的、エリート的価値観とフィレンツェの現実的、実務的価値観は次第に相入れなくなっていく。社会を革新しようとする高貴な激しい情熱は失われて古典の世界の中に沈遷し、プラトン的な美的世界観を持って精神的にも 現実生活から離れた境地において、天下な社交生活、陰遁生活を送ろうとする傾向にある。ありがとうございます。